お世話になります、ヒタリーでございます。先日色違いモロバレルの配布が24時間限定でありましたね。こいつは条件なしの全員配布でしたが、期間が短すぎる上に色違いなのでレア度はかなり高いポケモンかと思います。では野良通信交換でこのモロバレルを出したらどうなるのでしょうか。配布を受け取り損ねた人にとってはプレシャスボール入りのかなりレア個体なので、超レアなポケモンと交換できるのでしょうか。私は気になって眠れなくなりました。多くの人も眠れていないと思います。でこの色違いモロバレルはセーブデータを消去しストーリーをやり直せば合法で複数体簡単に手に入れられ、私は10体ほどキノコ狩りをしておきましたので、今回は色違いモロバレル10体を使って野良通信交換でレアなポケモンをゲットできるか検証していきたいと思います。はい、まず今回は基本は私が持っていない色違いを狙っていこうかなと思います。でさらにマーシャドウとかメルメタルとか幻系のポケモンもね、できたらまあ無理でしょうけど挑戦していこうと思います。実際私このような感じでちゃんとね10体モロバレルちゃん用意しときましたので、早速やっていきましょう。ちなみに今昼の12時13分にやっておりますので、結構早くね交換できるんじゃないかなと思います。早速1人目もねすぐに見つかりましたね。一発目なんでタイプヌル欲しいって言って、無理だよごめん、やっぱ長期戦になりそうだな、めちゃくちゃ長くなりそう。まあでも抜け人で伝説くれって求めてるってことは大したやつ持ってないってことなんだろうね、やめとこう。あー無理だね。いやなんか普通のポケモンしか出してこないな。やっぱ夏休みの昼だからちょっと子供が多いのかな、多分向こうから否定されるってのがよくわかんない、こっちの方が圧倒的レアなのに。いやだからやめよう、そういうポケモン出すの。いやゼロオーラ見せつける系のポケモンじゃねえぞ。いや結構子供っぽい人が多いのかな。ザマゼンタくれってリザードン出して言うのは相当なあれですよ、ちょっと怪しいな。ピカチュウいらないな、前レイド出たからね。ダメだな。おザルドじゃん、早速出てんのかよ。ドットコム系無理だよね、いねえ。持ってんのかよ、ピカチュウやっぱ持ってる人いっぱいいんだ。おいいじゃん、めっちゃいいな。やだ、あーいいな。ダメか、さすがにダメだよね。来い、行くの？行っちゃうの？マジか、絶対無理だと思ったのに。なんで？行けたじゃん。マジか。これ超レアいじゃん。やば、マジか。こいつ絶対来ないと思ってたのに。いや、一発目、プレシャスボールのこいつ来ましたね。しかも登録されてなかったし。もういい。ゲンガ持ってんだよ。無理か、さすがに。いやー持ってんのかい。いや、無理か。いらねえなー。あー、持ってるんだよ。うわー、めっちゃいいじゃん、色。欲しい。いけるか？頼む、来てくれ。おっしゃー、めっちゃいい色じゃん。やばいなこいつは、本当に最高すぎ。しかもリピボだからちょっと信頼性あるしね。ジラーチ結構多いな色違い。あーこのピカチュウか、でもいらないな。うわいいなー、あーめっちゃ欲しい。じゃあいらんな。モロバレルいらないよ、普通の色なんか絶対。いやーきつい、いらない。おいいじゃん。あーダメだ、いける？あー無理か。おいいね、来い。あ来たんじゃね。おっしゃー、いいねいいね。これ地味にいいぞ。いやなかなかこういうねがっつり色違い系も普通に嬉しいっすね。オッケーオッケーオッケー。いやーやっぱリピボだからこいつも多分量産したんでしょうね、レイドで。持ってんかい。おおいいじゃんいいじゃんいいじゃん。いや持ってんかい、持ってる人多いな。やっぱりやっぱピカチュウはかなり持ってる人多いんだね。いやーこいつはいいな。ザルード欲しい。いやーきついな。あミミッキュだ、いいな。あーきついのばっかだな、きついな。うわーしんどいのばっかだな。いやーきつい、いやーきついな。うわーマジか無理。いやーきつい、いやほんとこいつドットコム率高いな。これでザルド要求するならいかついな。持ってんかい。いやーおいこういうのダメだろ、いけワンチャンいけワンチャン。あー無理か、さすがに無理か。きついね。おーいいな、超欲しい。持ってんかい。おーいいな、いやー持ってんかい。おーいいな、超欲しい。うわーめっちゃいいじゃん、いいな。きついな。うわーめっちゃいい色じゃん、いらんな。おーいいけど、おまたこいつ来たね。うわーいいな。あー無理か。おーいいけど、ライチュウいけ。おー来た来た来た、ライチュウ来たよ。最近でもピカチュウの色違いゲットしたからそんなに欲しくはないんだけど、まあ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 、よしよし。まあこいつはね超レアってわけじゃないけど、まあいいでしょ。きついな。おーめっちゃいいじゃん、改造だね、いいね。きついな、コインキングはいらんな。おーいいな、すげえいい色じゃん。おいいね、きついな。ザルドいいな、ザルド来い。おーめっちゃいいじゃん、来い。やったやったやった、めっちゃいいじゃん。おいおい最高だろこれは、絶対無理と思ってたのに。おっしゃー、こいつら普通に嬉しいね。しかも新しいポケモンだし、 6V の理想個体はちょっと怪しいねさすがに。おーミュウじゃん、おーいいな。おールカリオいいな、超欲しい。ルカリオくれ、頼む来てくれ。無理だよね、無理か。
うわ、いけた気が、え、いけた、え、マジマジマジ、いけたじゃん。2、3回ぐらい断られたら同じポケモンで。いけんのかい。え、どういう意図、やば。しかもリピボだからちょっと信頼性ありそうだな。いやー、こいつも 6V か、怪しすぎんな。おー、いいな。おー、しかもちゃんとめちゃめちゃ欲しいわ。頼む、来い。なんで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 交換してくれんの。え、なんで、マジいいの。え、ガチか、やばやば、マジ、え、ガチじゃん。あ、しかもプレシャスボールで、割と 3V で普通っぽい個体で、しかもさっきちゃんと親目見ましたけど月食なんすよね。だから普通のこれあれなんじゃない、もしかしてワンちゃんちゃんとした個体じゃねこれ。普通にこれはもう最高だろ。いや、いいな、ネクロズマ、ネクロズマいいな、来い。え、なんで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 、え、いいのいいの、え、どういうことこれ。いや、これちょっと怖いな、マジか。どういうことこれ、普通にもらえたぞ。これやばいでしょ、噛みすぎでしょ。え、こいつもしかもちゃんとしたやつじゃね。 3V で、しかも秘密、多分これ配布されたやつじゃないですか。いや、特に変なところもないっすね。で、しかも同じ人からですよ、やばくないかこれ。もう一個ワンちゃんいけんじゃん。え、交換する、え、いけた、やばいやばいでしょこれ。待って待って待って、なんでなんで、めちゃめちゃ持ってんのこれ、改造じゃないのでも本物っぽい感じっすよねこれ。しかも日本産だからより信頼性的には高い。え、やばいじゃん、神引きでしょ。え、やばいじゃん。ちょっとまだあと1体いますからね、ワンちゃん来い。お、え、マーシャドウ、マーシャドウ欲しい。え、しかもこれも本物じゃね、欲しいよ。え、くれ、え、いけた、マーシャドウやば、しかも同じ人から4体やば。え、マジこれ、なんでこの人もうやめるってことかな。え、か、え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 、この人大丈夫か、怖いんだけど。やば、なんでくれんの。これで全て終わりましたけど、ワンチャンくれそうですから、これ開けてみましょうか。ピカチュウいっぱい持ってるんで色違い。え、くれる、え、しかも本物じゃん、本物くせえぞ。おー、くれたくれた、マジか。え、でもこの人やばいぞ、全部くれんじゃね、やば。あ、しかも、え、こいつもプレシャスボール。他ちょっとコイキングとかも色違いいっぱいいるんで上げてみましょうか。じゃあ、わ、シルバーディー持ってんだけど、え、こ、あ、無理か、さすがに。あ、相手でも断ってきましたね、ちゃんと。断ってくるってことはちゃんといろいろ厳選してるってことかな。わ、ケルディオ、え、くれんの、ケルディオもらうよ。え、くれた、ケルディオ、やば、マジか、なんでくれんのちょっとこれ違うテーマになっちゃってる、やば。しかもちゃんと相手断ってきましたから、コイキングは。ってことは本物、しかもプレシャスボール、またショコタンの、え、ちょ、本物じゃん。ピカチュウまだいっぱいいるんで、ピカチュウ出してみましょうか。シルバディ交換、え、いける、いけた、マジか、シルバディもいけた、やばいでしょ。シルバリー持ってるからいらないんだけど、これで断っちゃうと相手さんここで交換やめるみたいなことになっちゃいそうなんで、え、やばいんだけど。しかもこいつもプレシャスボールのあれか、サンムーンのやつっすね多分。またピカチュウ出してみる。うわ、サザンドラいけんの。サザンドラは、うわ、ちゃんとした個体っぽいな。え、なんでなんでなんで、改造じゃない、もうやめるとかそういう感じ。サザンドラもくれたぞ。しかも私たまたま色ピカチュウめちゃくちゃ持ってましたから、これも別の企画で30体1ボックス分交換してみたみたいなのをやろうと思ったんですけど、まさかのここでめっちゃ使えるというね。うわ、やば、マジか。え、どういうこと、意味が分かんないんだけど。ジラーチもくれんの、ちょっと待って待って。しかもジラーチさ、これ本物個体っぽいんだよね全部。え、待って待って、ジラーチワンチャンいける、いけた、マジか。え、なんでなんでなんでやばいでしょこれ。え、どういうこと。しかもこの方と繋いでからもう10分ぐらい多分経ってんじゃないか。よかった、たまたま色ピカチュウいっぱいいて。マジで、え、どういうこと、怖いんだけど。まだ私こんだけピカチュウいますから、上げていきましょう。え、ミュウもくれる、しかもミュウも、うわ、また本物じゃねこれ、本物くせえな、くれた。え、マジかよ、どういうことだよこれ、わけわからんわ。この方自体リアラさんという日本人の方っぽいことは予想されますし、しかもミュウもちゃんと日本語でちゃんとゲーフリって書いてありますから、信頼性的には高そうなんです。全部しかもプレシャスボールだし、永遠にもらえんだけど。え、なんなのこの方。え、ゼラオラくれんの。いや、やったやった、ゼラオラ普通色。え、マジどういうこと、やばいんだけどマジで。しかも色ピカチュウで OK っていうね。え、なんで、え、ってかまだまだ付き合ってくれるんだけど、この方優しすぎでしょっていうか、普通に別にあげるにしてもいろんな人にあげればいいのに私にくれるってのはやばいよねマジで。しかもすっげー長いこと待ってくれるし。え、ゲンガー、だ、正直このゲンガー持ってんだけど、しかもこれもプレシャス、え、待って待って、マジかやばいでしょ。え、永遠に交換してくれるんだけど、しかもプレシャスボール色違いゲンガーを交換してくれるっていうね。え、私まだいるぞピカチュウ。もうこの方ポケモン引退すんのかな。え、ちょっととりあえず交換しよう。え、マジか、しかもこれも交換してくれるし。どういうこと。これ今調べてみましたら、こいつこのウルガモス2012年のポケモンらしいですね。まだ私ピカチュウいっぱいいるぞ。マジでくれんの、デセルシティ。しかもこれも本物じゃない。ちょっと待って、やばいでしょ。
え、マジか。やばいでしょ。しかも網羅的にくれるし。神かよ、リアルさん。え、レシラマンもいるし。しかもこれサトシのレシラマンなんかいんの？色違いじゃないけどレア個体なんだけど。ちょっと待って、どういうことだこれ。うわ、ゼクロも交換してくれんの？しかもこれもプレシャスボールだし。ちょっと待って、どういうことなの？まだいけんの？ピカチュウの企画なくなっちゃうよこれ。大丈夫か？しかもこの方すごく丁寧に順番にくれますね。マジか。いいのこれもらっちゃって。ミュウツー、ピースクラップスもらっちゃうよこれ。くれんだったらなんでこんなガチ勢の方なのにくれんの？しかもこの方と何分やってんの？30分ぐらい交換し続けてるぞ。で、私のピカチュウもなかなか切れないっていうね。いっぱいピカチュウ集めといてよかったわこれ。うわ、マギアナもいいんじゃん。マギアナくれんの？くれよじゃあ。なんて、バギアな。何これ、全部くれんの？今まで配布したポケモン。はぁ、ありがとうってもう言えないんだけど、もう良すぎて。わ、セレビーじゃん。しかも普通の色の。逆にこっちの方が新しい。しかもウバメの森。マジかよ、くれんの？いや、くれた。当たり前のようにくれんだけど。これ変なやつ出した時に断られちゃって、そのままもう交換終了みたいな感じになっちゃったら悲しいんで、このままとりあえず色違いピカチュウね、とにかくもうなくなっちゃいそうなんですけど出していきたいと思います。まだいる？ポケモン配布系。あー、終わった。これで相手からしかも終わりにしてくれた。どういうことこの方、神すぎでしょ。やばいんだけど、今回一番のもう最高の結果となりました。じゃあちょっとまとめましょうか。今回ゲットしたやつ、ピカチュウこんだけ減っちゃったよ。13体交換しちゃった。はい、じゃあ戦果まとめてみました。今回交換したのはリアラさんという方が中心なんですが、その方以外のねポケモンね、この上の列ですね。で、この2体がちょっと最高が全部ね 6V なんで怪しい個体なんですけど、でシルバリーはこれはちゃんとした外国産ですけど、ちゃんとプレシャスボールでもらった個体っぽい感じがしますね。 で今回のなんといっても戦果といえば、このねリアラさんという方がくれた色違い勢、プラス幻系、なぜかサーナイトとか、がいますね。まあ、これも多分配布された個体なんでしょうね。だから珍しいと思います。その中でも珍しいのウルガモスとかなんかね、結構珍しい個体なんじゃないかなと思います。なぜならば2012年のやつで配布されたので、地味にね、多分セレビーとか幻系とかは割とちゃんと注目されていてゲットした人多いと思うんですけど、こういう系のねポケモンってなかなかゲットした人少ないんじゃないかなと思いますので、地味にこいつがかなりレアいんじゃないかなと思います。まあ、でしかもこれ中身見てみますと、はい、この通りちゃんとした個体っぽいんですよね。しかも日本名なんですよね。それがすごいところで、でちゃんとこういう全部リボンもちゃんとついてるんですよね。でこれ疑っちゃうことにもなるんでね、疑いたくないんですけど、こんな感じでちゃんと全部天星山、キミア、ショコタン、エーテル、カリータ、タナバタでちゃんと全部プレシャスボールに入っておりまして、多分おそらく全て正規の答えなんじゃないかなと私は思っております。多分リアラさんはね、マジで優しい方なんじゃないかなと私は思っております。本当にマジでこの方ちょっとよくわかんないです。私今まで10時間ぐらい通信交換に費やしてきましたけど、初めてですねこんなの。本当にちょっとやばい。ということで検証結果、色違いモノバレル10体を使って野良通信交換でレアのポケモンはリアラさんが超絶爆裂に交換してくれたでした。いやマジで今回は今まで会ったことのないような強烈な体験すぎてちょっと呆然としております。しかも相手のトレーナーの方の名前もリアラさんというね方で、もう普通の日本の名前なんですよね。全部ちゃんと普通の正規個体っぽくて、なんでこの方噛すぎだろっていう、ある意味ちょっと検証にならなかったわっていう感じですね。つーか幻ポケモンもたくさんね手に入れたということで、本当に文字通りもう一切来ないような夢のような神界ならぬ幻界になったんじゃないかなと思います。